サンタイネス島は、南アメリカ最南部、ティエラデルフエゴにある、チリ領の無人島。チリのマガジャネスイデラアンタルティカチレーナ州マガジャネス。県のプンタアレーナス市の一部である、アラックルフス国立保護区に含まれる。およそ6000年間にわたってカウェスカルビトが訪れていたが、19世紀の初め頃に、白人の活動により事実上絶滅した。山岳地帯で自然が厳しく、 資源に乏しいサンタイネス島には、時折カウェスカル人が足を踏み入れていたものの、普段は無人であった。白人の船乗りは、カウェスカル人について、マゼラン海峡やティエラデルフエゴの諸民族の中で、最も敵対的であると考えていた。1579年に初めて、マゼラン海峡に入った、スペインの探検家、ペドロ・サルミエントはこの島を、サンタイネスと名付けた。 1670年、イギリスの海軍司令官、ジョン・ナーボローは、島の孤独と感想を見て、ティエラ・アウストラルデデッサラスヨンと呼んだ。1828年4月、オーストラリアの探検家パーカー・キングは、マゼラン海峡を通過し、サンタイネス島とクラレンセ島を横切った。彼は両島を分かつ、バーバラ海峡をも調査した。同年5月には、オーストラリアの中にグレーブスによって、 同海峡の調査が完了した。1829年6月、ビーグル号に上艦したイギリス海軍のロバート・フィッツロイは、島の北岸にあるショアズール湾などの偵察を行った。1830年1月には、島の東海岸にあるプリファンド水道や、ブレーカー湾に続き、インマン岬とフィンチャム諸島の間のいくつかの湾を調査した。島は、 チリ国営森林団体の管理するアラックルフス、国立保護区の一部であり、フランシスココロアネカイオ公園にも属する。サンタイネス島は、ティエラデルフウェゴの中で、脳の島のグループに属し、油水道を挟んで、デソラシオン島の南東にある。リセトレボル群島やグラフトン群島、ウィリアム諸島、グアルディアマリーナサナルト島、グアルディアンブリト島、その他大小の島と、 岩からなるグループの中で最大の島である。東西53マイル、南北39マイルにわたって広がり、座標の中心は南位53度44分25秒、西経73度2分59秒である。北側には油水道とマゼラン海峡が、東側にはバーバラ海峡とコンザレス海峡がある。西と南は太平洋に開けている。 マゼラン海峡に面した北岸には島に食い込む、いくつかの港、湾、そして深い入り江がある。ショアズール湾は北岸の内最も東にある。東岸は南のバーバラ海峡に向かって開けている。西岸は南東方向に40マイルにわたって伸びる。沿岸は深い入り江と多くの島や岩に囲まれ、南寄りの風にさらされている。西岸は足場が悪い。 島の中央部には最高峰である標高線3 4 1メートルの大きな氷河がある。ウォートンという丘は標高線3 1 7メートルで最高峰ではない。サンタイネス島のほとんどの地域は常に曇りがちで大雨が降る。気候は海洋性であると考えられ、年間を通して気温も均一である。風は西寄りであり、ほとんど途切れることなく吹く。 この定常的な気象要素は島にあらゆる形で悪天候を及ぼしている。植物では、メギ属、フクシア属、イチゴの貴族が見られる。鳥類では、ウカ、キツツキカ、カワセミアモク、シギカ、ハチドリカが生息している。沿岸にはオタリア、カワウソ、イルカ、クジラがいるほか、周辺海域では、小エビシタメが見られ、クジラの主食となっている。 三体ネス島は南アメリカの最南部を構成する。山々は岩がちであるが、スミス入りへの北側にそびえるマックスウェルさんの頂きは雪で覆われている。山中で見られる緑は苔、または柔らかく湿った土壌を覆う抑制的な植生で覆われている。岩石は主に緑色変岩や花崗岩であり、年番岩は見られない。いずれもスペイン語。ありがとうございます。